それは新しい時を作る術、新たな物語を紡ぐ術。古くから伝わるその秘術は慟哭術と呼ばれていました。一人前の慟哭術師になるため、私ノーラ・ブランドルは霧の森に来たんだけど。出やがったな。町の人に魔女って呼ばれてる。私は魔女なんかじゃないってば。うぬぬ、どうやったら信じてもらえるのかな。ノーラと時の攻防、霧の森の魔女。町の人には魔女って嫌われちゃったけど、助けてくれる人もいるんだよ。まずはケケ、私の親友。オイラについてきな。そして駆け出し冒険者のルッツ。こいつを倒してビッグになるぜ。シルカは優しくて物静かな女の子。薬草はあるかしら。そうそう、好物が大好きなエルシーって子も。鉱石見っけ。奥宗屋さんは自警団の団長さん。お嬢さんも筋肉を鍛えますかな。この人はユカ、いつもジャーキーばっかり食べてる人。ジャーキーはうめえな。それとメロ、おっとりしててちょっと不思議な人。お疲れ様。キトさんは都会に住んでて商売をしてるんだよ。的確に行動しましょう。カルラさんは国で一番強い傭兵なんだって。何かあったら呼ぶんだよ。仲間と一緒に魔女の疑いを晴らすため頑張るぞ。誤解を解くため依頼をこなさなきゃ。物を作ったり人に会いに行ったり大変だ。それじゃ頼んだぜ。依頼に必要なものを町の外へ探しに行こう。いろんなものを拾っちゃおう。これもいる。時には魔物との戦いも。必殺技でやっつけるぞ。俺の力見せてやるぜ。集めた素材で依頼されたものを作るよ。慟哭術に加工や分解、いろいろ試してみよう。オイラの指示通りだな。ケーケーうるさい。そうそう、道具や家具を部屋に置くこともできるの。私のお庭どう？お姉ちゃんすごい。慟哭術の修行をしながらみんなと過ごす3年間。その先に待っているのは一体どんな終わりなんだろう。私は一人前の慟哭術師になれるのかな。それともアトラスが送る新生マイスター RPG、ノーラと時の攻防、霧の森の魔女、7月21日発売。私、町の人とみんなと仲良くなりたい。先着購入特典はノーラと時の攻防プレミアムセット、キャラクターデザイン、ひむかいし書き下ろしイラストを使った豪華3大特典だよ。